決めて君は目覚めてゆく天使の微笑みで連れ出して一段と霧が濃くなってきたな。あいつのそばにいるとやばいぜ。匂いでわかる。匂い？匂わないと思うけど。どうなってんだよ、おい。悲鳴が聞こえてくるけど、油断するなってことさ。レオリオとクラピカ大丈夫かな。これだよ。あ！レオリオ、今のうちだ。